あ、これを持って行けばいいんですね。よし、じゃあこれで今から行ってみよう。はい、こんにちは、つつづけんです。今日は2月の5日、桜祭り5日目ということで、今日の伊豆のバイブル伊豆新聞下田版の一面に河津桜祭りのね、デジタルスタンプラリーの記事が載っていました。はい、ということで早速私たちもやってみようということで、今河津桜観光交流館でね、受付をしました。で、このデジタルスタンプラリー、スタンプを5つ集めれば、粗品を先着でプレゼントで、6個以上6、8、10で、プレゼントにね、応募できるということになっています。で、町内に10箇所チェックポイントが設定されていて、専用のね、アプリを読み込んで、そのチェックポイントでチェックすればいいのかな、ちょっとよくわからないですけど、まあこのね、説明に書いてある通りちょっとやってみたいと思います。そのね、受付がある河津桜観光交流館では第一のチェックポイントだったということで、次はそこから歩いてね、200m、300m ぐらいかなのところにある河津木宮神社に今向かっているところです。これね、ちょっとね、見たところによると、チェックポイント、河津のね、城址公園、城山公園があるんですが、それはどこかと言いますと、あの山の上があるのと、あそこはね、歩いて行くしかないのと、あとは旧天城トンネルがあるんですが、それがちょっとくせ者かな。歩いたり車を使ったりで細かく回るところもあれば、ちょっとだいぶ移動するところもあるんですが、スタンプ5個で、粗品プレゼントなので、そこを目指して今日やってみたいと思います。お、見えてきた。よし、ここでアプリを起動してチェックポイントで、スタンプ、デジタルスタンプを押すみたいなんですけれども、スマホで撮影をしていますので、その様子がね、詳しくできないんですけれども、まあまあ、よくあるデジタルスタンプラリーと思っていただければいいかと思います。はい、せっかくね、来たのでしっかりお参りしていきたいと思います。よし、はい、で、この隣にはね、すごい大きなクスノキが、おー、クスノキ、うん、うわ、すげえ、ほら、でかそう、ここが総理精進、そう、酒精進の場所ね。よし、じゃあ早速スタンプをあれしよう。よし、無事今スタンプをゲット。その都度このチラシをこの QR のアプリで読み込んで、そこでスタンプをゲットっていう、そんな感じらしいですね。はい、じゃあ次行きましょう。次どこに行きますか。旧天城トンネルまで行っちゃいましょうか。はい、今旧天城トンネル、天城山隧道までやってきました。今いるのは伊豆市側なんですけど、河津側ね、ちょっと写真を撮ってる人がいたので、あんまり邪魔しちゃあれかなと思ってこちら側に来ました。ここでまたね、この地図を読み込むと、伊豆の踊り子さんの写真フレームみたいのが出てきました。いや、ここまでなかなか遠かったですね。じゃあ戻りましょう。じゃあ次のポイントはどこにしようか。伊豆踊り子文学碑、湯賀野温泉に行きましょう。はい、次は、湯賀野温泉にある伊豆の踊り子文学碑までやってきました。ここは湯賀野温泉、福田屋さんね、福田屋さん、伊豆の踊り子でも有名な福田屋さんです。おお、すごい、よし、ね、よく見る光景ですよ、ここは。じゃあここでまたこの地図を読み込めばいいんですね。はい、はい、スタンプゲットしました。次は、河津バガテル公園かなに行きたいと思います。触ってみれば、
暑いんで。あ、ちょうどいい。暑っ。暑っ。あー、暑はい、ちょっと予定を変更しまして、今ね、河津八幡神社にやってきました。とここはね、曽我兄弟の何かですよね。あの、この河津崖の河津三郎の力石っていうのがここにあります。はい、なのでここでもまたね、デジタルスタンプを取りたいと思います。はい、ということで今スタンプ5個ゲットしました。ここで粗品先着プレゼントで6個8個10個で応募できるんですけれども、とりあえず今日は5個で終わりにしておきます。なのでこれから河津桜観光交流館に戻って受付でね、見せたいと思います。じゃあ行きましょう。ゴール。5箇所回ってきて交流館の事務所に戻ってきました。5箇所回ったでいいですか。あ、回りました。はい、しっかり回りました。やったー。いやー、楽しかったすごい。なにこれ、ありがとうございます。あ、すごい。お、これをもらえるんだ。すごい、参加した甲斐がありました。まだいっぱい、まだ、あ、じゃあね、そうですよね、回ってきたところ言ってください。じゃあ行って天城トンネル、旧天城トンネル行って、あ、踊り子文学碑行って、八幡神社行って、でここか、5箇所。そうそう、ちょっと外回り的なところをぐるっと行ってきました。そうそうそう、また今度、あ、そう、これ日をまたいでもできるんですよね。例えば6点に応募した後にまたできるんですか。あ、できるんだ。じゃあ6、8、10って3つ応募できる。あ、じゃあそれで10個いけば3つ応募できるってことなんだ。あ、じゃあそれはいいですね。そうですよね。あ、そっかそっか、当たるのはどれか1つだけど応募はできる。なるほど。ということで皆様、ぜひ、桜祭りのスタンプラリーやってください。はい、それではバイバーイ。